どういたしまして。これでいいかな。どれどれ。もったへん。私の占いって変わってて、四つか五つの四行詞から。へえ。大切な暦が一部欠けて、残された月たちは盛大に弔うだろう。喪服の楽団が奏でる旋律で、霜月は高く穏やかに運ばれていく。合ってるよ。君は死後の世界ってあると思う？占いはあくまで生きている人のためのもの。この場合はクロロさんのね。確かにそうかもしれない。そうすればみんなそうならないように願ったり努力したりするでしょって。それからずっと占い師に憧れてたんだ。喪服の楽団が奏でる旋律で、霜月は高く穏やかに運ばれてゆく。菊が葉もろとも枯れ落ちて、血塗られた日の目の地に伏す傍らで、それでもあなたの優位は揺るがない。残る手足が半分になろうとも、幕間劇に興じよう、新たに仲間を探すもいいだろう。向かうなら東がいい。きっと待ち人に会えるから。大暴れ。なんだと！もしものことがあったらどうすんだ。ああ差しでやろう。2対1はさすがに問題ないっすか。 0.1mg でクジラとか動けなくする薬なんだけど。やりづらいじいさんだ。それも正解。しかも恐ろしいじいさんだ。一瞬にしてこっちの狙いは全て見切られたか。生け捕りは無理かな。はないのでな。そう、意外だな。俺がイルミに十郎党の暗殺を依頼したの知ってたの？サシでやったら俺とあんたどっちが勝つ？やっぱバレてた。しんどー。ありゃ盗めねえわ。あの娘の乗る救急車は襲うな。